茨城県外出身の有名人が茨城の美味しいスイーツを初体験。うん、スイーツですよね。ちょっと何でしょうか。あー、いっぱいありますよ。バナナチョコとかキャラメルとか綺麗ですね。これはね、生クリーム大福。カラフルだっぺ。作っているのは常陸大宮市にあるお菓子屋さんで、あんこと生クリームの相性がいいと大福に入れたんだって。県外の若者も買いに来る人気の一品だな。これイチゴが乗ってて可愛いですね。このイチゴは茨城県オリジナル品種の茨城っす。糖度が高く濃厚な味わいなんだよな。このスポイトは何ですか？これはね、練乳と生クリームが入ってんだよ。かけて食べてみて。やってみます。これ楽しいですね。いただきます。すごい甘くて美味しいですね。いちごがすごくフルーティーで、バランスが最高ですね。次は焼き芋の大福、いってみて。焼き芋味は初めてですね。いただきます。白あんとお芋の相性がすごくいいですね。お芋の香りがふわっと抜けて美味しいです。いちごの大福以外はお取り寄せ可能。いろんな味お試しあれ。魅力を知って茨城推し。詳しい情報はサイトをチェック。